見るだけでも5倍になるとこ見てほしいね。ポイントが毎日ポイント5倍、毎日お腹が不思議ね。サントピー増田さんです。おやおや、今晩はこれですか？こういう季節になってきましたよね。これ白菜キムチなんですけれども、はい、このお鍋のですね、名脇役を今回取材してきました。はい、関東平野のほぼ中央に位置する茨城県八千代町です。白菜のですね、生産量が日本一を誇っていまして、今収穫の最盛期を迎えているんですね。うん、でここはですね、すぐそばを鬼怒川が流れている町なんですが、今年9月の台風18号の大雨で苗が水に浸かってですね、一部収穫できなくなってしまった畑もあったんですよね。ただその後はですね、10月以降晴れる日が多かったので持ち直しまして、多くの畑では無事に収穫できています。そして白菜にとってはですね、この時期の寒さが大事なんですよ。朝の冷え込みがあるのが一番ですので、まあ、白菜にその冷え込みが当たると柔らかくなっていきます。まあ、味も甘くなっていきますので、まあ、本当にこれから最高の白菜の味が楽しめると思います。この八千代町がですね、白菜の産地ということで、町の飲食店ではこちら、ここですね、そう、白菜キムチ鍋を売り出しているお店が多くあるということなんですよね。でもこれから美味しくなりますよね。そうですね、そう、この週末急にね、冷えてきましたから白菜も一層で甘くなってきそうですよね。さあ、スカイツリーから綺麗ですね。湿気がやっぱ少ないんですよね。で、明日、はい、当初雨の予報だったんですが、なくなりました。あ、いや、なくなったんですよ、雨が。予報が変わったわけですね。そう、変わりました。低気圧が来るのは予報通りなんですが、はい、これがですね、こう近づいてくると雨なんですけど、平行線、そう、関東を避けるように通り過ぎていきそうなんですね。雲と雨の予想を見ると、白いところが雲、ところが雨です。今夜から明日の朝はですね、まだ雲が多くて、茨城県など一部弱い雨の降るところもあるんですが、明日の日中、まあ、北と南でちょうどうまく分かれて、本当だ、関東は晴れ間に入りそうなんですね。ということで、明日朝、午前中はまだ雲の多いところもあるんですが、日中は晴れてきます。朝の気温は今朝と同じか少し高くて、朝の冷え込みちょっとだけマシになりそうですね。日中の最高気温は今日と同じくらいです。まあ、日中は暖かすぎず寒すぎずといったところですかね。今週はしばらく晴れが続きますが、木曜日が雨になりそうですね。で、気温は今日と同じくらいの日が多くなります。木曜日の18度は雨なので、ここまで上がらない可能性がありますね。木曜日は雨が降ります。はい、かなりの確率、高い確率で雨です。あ、そうです。強くなりたい、でも強いだけでは守れないものってあるから。予約しよう。いらっしゃいませ。予約簡単ですね。あなたも無料で窓口体験。保険の窓口。事務所マージンリスナーことしか検索しない。食い逃げの小説ってメモして、歌詞に電話して、皆さん買ってきてくれるかなってメールして、娘のお迎えってリマインドして。 OK Google。 OK Google。 大事な今日、薄毛対策には発毛促進とスカルプケア、どっちも大事、両方だと大変。よし、2つの効果がこれ1本。シラジン処方カロヤンプログレ、使わな効果出ませんよ。だし巻き卵には金色昆布つゆをさっと入れて、パッと焼く。どう？綺麗です。美味しいも綺麗もこれ一本、金色昆布つゆ。見つかる。今年も指がパックリパックリ割れる。だったら耳ケア、その日々にこの修復力、治るんだ。今年こそ本気で耳ケア、コロプラ。
スです。リオデジャネイロオリンピックから新しく採用される7人制ラグビー、オリンピック出場を決めました。オリンピック出場へ王手をかけた女子日本代表さくらセブンズ、カザフスタン相手に引き分け以上でリオへの切符が手に入ります。国内の女子ラグビーの競技人口は3300人余り。日本ラグビーフットボール協会は未経験者を含めたトライアウトを行い、新たな才能の発掘に取り組みました。年間200日を超える厳しい合宿を重ね、選手たちはリオオリンピック出場を目指してきました。信頼してくれるから、その信頼に期待を応えよう。行われたグループリーグ最終戦、カザフスタンとの一戦に引き分け以上でオリンピック出場が決まります。5点をリードしていた日本ですが、後半退場で1人少ない状況に。大変なことになりました。日本6人、守りたい。どうだ、行かれたか。同点、追いつかれました。日本は惜しくも逆転負け。オリンピックへの切符は決勝へと持ち越されます。再びカザフスタンとの対戦になった決勝。7点リードで折り返した日本ですが、後半開始早々カザフスタンにトライを奪われ追いつかれてしまいます。勝ってオリンピックへの切符をつかみたい日本は、チーム最年少19歳の小出。リオデジャネイロを近づけるトライ、勝ち越しトライを決めます。このまま14対7で逃げ切ったさくらセブンズ、悲願だったリオオリンピック出場を決めました。本当この一瞬のために全てをかけてきて全部報われたような気がします。あと1年ないですけど、このチームは本当にオリンピックで金メダルを取るためにやってきたので、まだまだここはスタートラインだと思って頑張ります。応援皆さんありがとうございました。さくらセブンズの皆さんおめでとうございます。続いては男子ゴルフ。石川遼選手、弟とともに優勝を目指しました。首位を走る石川遼はこの日も弟渡るくんをキャディにプレー。迎えた14番のパーパット、痛恨の3パットで2日目から守ってきた首位を明け渡します。1打差で追う石川は17番、グリーンエッジからのバーディーパット。執念で打ち込み、渡るくんと歓喜のハイタッチ、兄弟パワーで首位に並びます。しかし最終ホール、韓国のハン・ジュンゴンがイーグルを奪い勝負あり。石川は4日間弟と二人三脚で戦いましたが、優勝には一歩届きませんでした。女子ゴルフのツアー最終戦、8位タイスタートの賞金女王イ・ボミはイーブンで迎えた13番の第3打、ピンを正確に捉えるナイスショットでこのホールバーディーを奪います。しかし17番でパーパットを外して